はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回は徴兵制恐怖感煽る陰謀論といった情報をお伝えしていきたいと思います。まあ最近ですね、やたらと聞くこの徴兵制という言葉ですが、例えばですね、こんな記事よく見ますね。こちらはですね、レコードチャイナから出ていた記事で、国内のメディアが出したものではないのですが、まあ徴兵制になるか不安と、高校生が安保法は反対デモに参加したということを伝えていて、それに対して韓国のネットユーザーが、先進国の日本では徴兵も男に限らないはずとかですね、日本が徴兵制になったら特攻もあり得るなどとね、わけのわからないことを煽っているといった記事です。まあでもこういった徴兵制の不安を煽るような、情報記事は国内のメディアからもね、非常にたくさん出ていますね。で、この記事の中では、あるデモに参加した女子高生は、高校生になったら自分で考えて行動してもいいのかなということで参加したと語っており、さらに、別の男子高校生は、安倍晋三首相は、徴兵制の導入はありえないと断言しているものの、経済的事情などにより自ら、志願せざるを得なくなるような経済的徴兵制の不安も語ったと、言っております。で、ちなみにこちらのこの経済的徴兵制というのはですね、一応 Wikipedia のページもね、ご紹介しておきましょう。まあこちらね、そんなに大した情報は載っていなかったのですが、経済的徴兵制とは、経済的条件を利用して軍隊の要員を確保する仕組みで、特に国内に経済的開発が、遅れた地域があるような場合に、若者たちの多くが軍隊における、立身を志すことに魅力を覚えるような状況を生み出すことを指すと。まあ要するに、乱暴な言葉で言ってしまえば、お金で釣るというような、ものとね、考えていいのではないでしょうか。まあ主に、この経済的徴兵制について批判されている国としては、まあ、イギリスだったり、アメリカがね、あると思います。はい。まあ、そういったもの、日本の高校生が心配しているというわけですが、まあまあ、このね、経済的徴兵制に関しては、結局は自分の問題ですからね。別に、いくら条件がいいからって、行かなかったらそれだけの話ですからね。違う仕事で頑張るとか。で、まあ、今回ですね、こういった徴兵制に関して、まあそういったものはね、タイトルにも書きましたが、恐怖感煽る単なる陰謀論だというね、記事の方をご紹介したいと思います。ご紹介する記事は、こちらになりますね。はい。徴兵制とは憲法解釈の関係。恐怖感煽る陰謀論には要注意といった感じで、産経新聞に、載った記事のようで、こちらの元内閣、参事官、海津大学教授の高橋陽一さんという方が書いた記事になります。はい、ではですね、ちょっと前置きが長くなりましたが、早速この記事の方ですね、ご紹介したいと思います。それではね、誠司さんの方に読んでいただきましょう。ではどうぞ。徴兵制と憲法解釈の関係、恐怖感煽る陰謀論には要注意。高橋陽一元内閣参事官、下越大教授。民主党の枝野幸男幹事長が、憲法解釈を都合よく変えてよいとなったら次は徴兵制と発言したと報じられた。他にも民主党議員らによる徴兵制についての言及が目立つが、そもそも徴兵制は合理的な選択肢としてあり得るものだろうか。朝日新聞の報道によれば、枝野氏は街頭演説で、徴兵制だって集団的自衛権と一緒で憲法に明確に禁止とは書いていない。中略今は徴兵制なんて考えていません。憲法違反と国会で答えている。だが憲法は区役はダメだと言っているだけで、徴兵は区役じゃない名誉だと言い出せば憲法違反じゃなくなると述べたという。まず徴兵制は近代においては不必要になっている。兵器技術の進歩から大量の専門性に欠ける兵士は必要ではない。このため戦後フランス、ドイツ、スウェーデンなど徴兵制度をやめる国が増えており、
先進7カ国 G7 は全て徴兵制ではない。先進20カ国 G20 では欧州連合 EU と文献によって採用と不採用が不明なインドネシアを除く18カ国で見ると、日本のほかアルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、サウジアラビア、南アフリカ共和国、英国、米国の13カ国が徴兵制を実施していない。ブラジル、韓国、メキシコ、ロシア、トルコの5カ国が徴兵制の国だ。このような世界の現実を見れば、日本で徴兵制が導入されるという前提がちょっとおかしいと言わざるを得ない。安全保障の議論の際、いつものことではあるが、いわゆる立憲主義者の議論はリアルではなく、極端なものばかりだ。徴兵制もその典型であり、議論にならないはずのものを無理やり持ってきて、恐怖感を煽っている。本コラムでは、日本国憲法第9条に相当する条文は、韓国、フィリピン、ドイツ、イタリアの憲法に盛り込まれていると指摘してきた。それらの国のうち、韓国、フィリピンでは徴兵制が行われ、イタリアは2005年に停止されるまで、ドイツも11年に停止されるまで実施していた。こうした意味で、実際には不必要な徴兵制ではあるが、憲法の条文との関係で、制度として廃止されるべきものとまでは言い難いのも事実だ。もっとも、もし仮に徴兵制を議論するのであれば、国政選挙の前に実施したい政党は公約に盛り込むはずなので、その時点で国民が判断すればいい。今の政府、自民党は公約で徴兵制を打ち出しておらず、徴兵制を否定している。枝野氏が勝手に時の権力者の解釈で憲法解釈を変更できることにしたら、いずれ間違いなく徴兵制は憲法違反じゃないと言い出す権力者が出てくる。そうなってからでは遅いというのは陰謀論に近い言い方であり、政治論争にならない。最高裁の違憲立法審査権を意味がないと否定するなど、立憲主義者は独裁者と似ているのではないか。はい、というね、高橋陽一さんの記事でした。では記事をもう一度、出したいと思うのですが、この高橋陽一さんはですね、こちらの方ですね。はい、うん、この辺の方で、ウィキペディアのページを一応ご紹介しておきましょう。高橋陽一さん、1955年生まれの59歳と、現在は下越大学の教授ということで、日本の元大蔵財務官僚経済学者ということで、なんかこの方ね、今回のこととは関係ないのですが、以前ちょっとね、問題を起こしたことがあるようですね。うん、刑事事件で2009年に東京練馬区の温泉施設で、更衣室ロッカーから高級時計、ブルガリア財布など約30万円相当を盗んだ現行犯で事情聴取されたと、うん、逮捕はされていないようですね。書類送検されたと、うん、なるほどね。で、これの経緯としては、結果として、この高橋さんは、当時勤めていた東洋大学を懲戒免職となって、有罪を認めた上で反省して、かつ被害品はすぐに戻され、すでに社会的制裁も受けているとして、執行猶予を決定したと、うん、いうようですね。で、しばらくはね、公の場から遠ざかっていましたが、テレビの討論番組、朝まで生テレビで、復活を果たしたというようですね。うん。はい。なるほど。今回の件とはね、全く関係ないことですが、一応ね、ウィキペディアの情報に載っていましたので、ご紹介しておきました。で、このね、高橋さんが書いた記事ですが、本題に戻りましょう。徴兵制に関して、よくね、民主党の枝野さん頑張ってますよね。憲法解釈を都合よく変えて良いとなったら、次は徴兵制といった感じで、いろんな場所でね、なんか、いろいろ、言っていますが、こちらの高橋さん曰く、まず徴兵制は近代においては不必要になっていると。兵器技術の進歩から大量の専門性に欠ける兵士は必要でないと。このため戦後、フランス、ドイツ、スウェーデンなど、徴兵制度をやめる国が増えており、先進7カ国、G7 は全て徴兵制ではないと言っていました。さらにね、
もし仮に、徴兵税を議論するのであれば、国政選挙の前に実施したい政党は公約に盛り込むはずなので、その時に国民が判断すればよいと。今の政府自民党は公約で徴兵税を打ち出しておらず、徴兵税を否定していると言っていますね。まあ確かに的を得てるような感じがしましたよね。もし今の段階でね、可能性の低い徴兵制って持ち出してね、肝心の国を守るっていう、視点観点からかなりねずれたところで、こういったデモに参加している若者がね、わめいているわけであって、もしくは民主党共産党あたりがですね、それを扇動するかのような情報を流して、一種の洗脳ですよね。若者を洗脳させて恐怖感を植えさせて、その恐怖感から、行動させるといった図式に、ある意味なっていると思うのですが、それはね、論点がずれていると。実際本当にね、本当にもし仮に、政権を取ったね、取っている政党が徴兵制と言い出したらね、その時本当にね、行動すればいいじゃないですかね。今ね、そんなに、可能性がないことを、唱えて、肝心の目的、今現在ね、安倍政権が行おうとしていることの本質をですね、見失ってしまってはね、仕方ないですよね。と思います。はい。ではですね、今回の動画はこんな感じですね。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。